こんにちは、みのり薬店の大島です。今日は、痩せる体操の説明をします。ぜひやってみてください。冷え性にもいいです。こういうペットボトルを2つ、凍らしたペットボトルを持ってください。凍らしたペットボトルを持ってぐるぐるこう回してください。15秒回す。すると、ペットボトル自体の重さは知れてますが、手がここが冷たくなりますよね。ここが冷たくなったらお湯につける。まあお風呂でやっていただくといいんですけども、でじわっとぬくめて、手がぬくもったらまた凍った水を入れた凍ったペットボトルを持ってぐるぐる15秒回す。そしてまたこれを置いてお湯を手につける。これを5回繰り返していただきたいんですけども、痩せる理屈としましては、手には寒さを感じる氷点というセンサーがあります。そこが冷たいと寒っと感じるとですね、人間は体温を上げようとするんですね。その時に動く細胞が、褐色脂肪細胞という細胞です。この細胞は、体温を上げる働きとともに、脂肪を燃焼してくれると言われている細胞なんですね。ですからこれが、痩せる体操とも言えると思います。はい。ペットボトルがなければ保冷剤ね、小さいの保冷剤でもいいと思いますので、まあお風呂でやってみてください。ぐるぐる回す、手が冷たく感じる、お湯につける、ぬくもるを1回としたら、だいたいこれを5回ぐらい、冷え性にもいいのでぜひおすすめです。ぜひやってみてください。お願いします。